ちゃんが厳しいそうねバトマンジュニア私は一人かな鼻折れたと思うしねやめてやめてあんな親子が女性喜んでバーンと来られて涙出ました涙出もう私あとうとう鼻が折れちゃったと思いました鼻折ってたんだと思ってもうしょうがないかなと思った俺も犬なりたい犬なりたい鼻折れたと思いましたん遊び出るビニーなどだけだけあ、あれよなんかすごいねやってみれば大体、うんね、あの中に体に宿る DNA が触れればそうなんですけどね昔こういう話するの確実に何ですけど聞いて一応絶対2層目やるっていうスケジュールではないので、はい、時間によってね、どんどん明日のためのためっていうことで進めるっていう内容でいいはい皆さんおはようございます。少し早いですが、受付を開始いたします。本日は、1万4000円になります。はい。はい。はい。ここなってくださいと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。天気も今日はいいようなので、スタッフ一同一生懸命頑張りますから、皆さんもご協力をよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。じゃあ本日の流れにつきまして簡単に説明します。開会式終了後記念撮影終わった後に100メートル1走目。エキスパートビギナー、その次に2走目エキスパートビギナー、そしてすぐに表彰式と閉会式を行います。この後まあ予定ではランチタイムを取り320メートル1走目だけだったんですが、何度か説明したように明日の天候が悪いことが予測されますので、できるだけ今日320メートル2走目まで進めたいと考えております。今日来てなくて明日からっていう方もいますので、その方は明日1走目から行うような流れにします。でそれ
それでも余裕があれば練習走行と行きたいんですが、まだまだちょっと時間も読めませんので、またご連絡したいと思います。で、受付時にエントリー表を皆さんにお配りしたと思いますが、あの7月のナスファイナルタイトル獲得済みの犬には黄色で色をつけています。間違いとありましたら開会式終了後に教えていただけると大変助かります。明日も開会式ありますので、今日と同じ時間で進めてまいりたいと思います。午前中はジャパンカップ 100m で、あの7月に那須で行われるファイナルの出場権を獲得できるチャンスがあります。その後は 320m となりますが、どちらもファイナル出場権を獲得できるチャンスですので、まだの方は頑張っていただきたいと思います。ルールについては NPA の競技規定通りです。特にフッシングを気をつけていただきたいのと、コース内でおやつ、おもちゃの持ち込み、糞尿行為は失格行為となりますので注意してください。スタートする人、ゴールキャッチの人が必要となりますが、1人しかいないだとか、犬がうまくスタートできないとかいう人がいましたら、犬が暴れたり噛んだりしない場合に限り、スタッフがスタートすることも可能です。もちろんゴールキャッチも可能です。その時には早めに言ってくださるようにお願いします。ゴールで獲物を口から離すのが難しい犬は、初めからマズルガードをしましょう。ここで確認ですが、本部がレディーゴーと 100m、320m とレディーゴーと放送します。ゴーの後に獲物が動くので、獲物が動いたら犬を離してください。開会式終了後、準備ができ次第順々に犬の呼び出しをします。待機場所は、100m が、呼び出された時にあの誘導するスタッフもいますので、 100m のスタートはあちらになります。ちょっと犬の看板が立ってるんですが、待機場所と 100m スタート位置という看板があります。呼ばれた犬は速やかにあの誘導される待機場所までお願いします。注意事項ですが、本日と明日と動画撮影をしています。もちろんゴール周辺での写真撮影も行っています。100m の動画撮影場所は、ここの本部横の白い軽トラック。 320m は、今あのバギーが止まっている後ろに軽トラを置いて、その後ろで撮影、320m の場合はしますので、で会話と全て録画されてしまいます。後日 YouTube にアップされますので、騒いだり会話と十分に注意してください。でこの会場のトイレは向かって、ここから向かって左が博物館、右が道の駅になってますが、その間のところ私朝鍵勝手に開けてきたんですが、もし閉められていると左側の博物館にはぐるっと回らないと入れません。もし真ん中入れるようでしたら、右と左と両方トイレ2箇所あるということで連絡をしておきます。本日も出店といっぱい出てますが、お昼は大変混雑すると思いますので、先に購入する、予約する、売り切れないうちにお昼ご飯をゲットしてください。このミーティング終了後、記念撮影をします。初めて大会に出場する方やルールに不安のある方は、記念撮影後この場所に残ってください。簡単に確認します。本日 100m のみの出場の方は、2走終了後、表彰式閉会式が終わるまでが大会となります。閉会式に参加しないと記録が失われますので、注意してください。なお本日のエントリー状況は、追加や変更は、ミニピンエクストラスモールの、ミニピンピッコロが 320m をエントリーしてたのですが、これを 100m のエントリーに変更したいと思います。あとシニアで、エントリーしていたサムライグランビルウィペットですが、まだ誕生日が来てないようでしたので、ミドルにあのカテゴリーを変更して出走となります。あとは本日とても暑いので、犬の
体調管理と人間もそうですが、あの各自体調が悪くならないようにお願いします。以上をもちまして開会式プレイヤーズミーティングを終わります。じゃあ記念撮影を行いますので、フラッグ周辺に皆さんギュッと近くお寄りください。はい、たくさん参加していただいている方もいるみたいで。